ケネス・ジェリエーエデアは、メジャーリーグベースボールの右投げ右打ちの二類種、遊撃種。アメリカ合衆国のオクラホマ州出身。オクラホマ州立大学を卒業後、1958年9月2日にオリオールズと契約し、その日の試合に守備固めとして、メジャーの試合に出場したという驚異的な経歴の持ち主。それから1960年まではまともに試合に、 出場の機会がない日々が続いたが、1961年に持ち前の高い守備力を武器にレギュラーに定着。1964年に二類手として当時のメジャーリーグ記録である守備率994とエラー5個を記録するなど守備の名手として5年以上にわたってオリオールズを支えた。百六十六年にトレードでシカゴホワイトソックスへ移籍後は、 ボストン・レッドソックス、カンザス・シテロイヤルズでもプレーオリオールズ時代と比べると出場機会は減ったものの、多くのポジションをそつなくこなせる選手として重宝された。1969年限りでメジャーを去った後は、日本でもプレーし、オークランド・アスレチックスやカリフォルニア・エンゼルスにも所属したが、メジャーの舞台に復帰することはできなかった。1987年に、 オクラホマ州で死去。50歳だった。打撃は三振が少ないのが唯一の魅力ぐらいでかなり比例通算打率や通算出塁率もレギュラー級の選手にしてはかなりの低水準である。しかしその一方で、守備の評価は非常に高く、打撃成績で目立った数字を残したわけではないにも、かかわらず、1965年と1967年に、 MVP の票を投じられたこともある。本職はセカンドやショート。そのためサードはやや苦手にしており、通算守備率を見てみてもセカンドでの985、ショートでの972に対し、サードでは934と若干低い数字になっている。ジェリーエーデアに関するカテゴリー、ありがとうございます。